お越し安三条名店街、今回は本当にご主人がおしゃれなんです、おしゃれなお店ニューロイヤルさんに伺いました。こんにちは。こんにちは。はい、いつもありがとうございます。こちらこそいつもお世話になってます。はい、外国人観光客の方、三条名店街でも本当によく見かけるようになりましたね。ちょっとお店の奥でお話伺います。はい、はいね、外国人の方もたくさんおられますが、多いですね。はい、はい、どうでしょうか。そういう時は英語で対応されるんでしょうか。もう日本語で日本語で通じるんですか。通じますね。はい、大体も聞きはることはもう分かってますのでね。あ、そうなんですか。はい、でも結局ね、どういうの、免税店扱いにしはるんですよ。はい、結局その消費税タックスですね、まあ言ったら、それを、まあ、払うのを拒否される方もいらっしゃいますね。そうですか。はい、ただ海外から来たから、はい、その払う必要ない言ってパスポートを見せはるんですよ。そうなんですか。はい、でも対応してるお店じゃないとそれはそうです。でも言ってもわからないですね。からだからそんな場合にはまあもうはいはい、はい、もう引かせていただきますということで。そうですか。まあ半々ぐらいですけれどもね。そうですか。はい、はい、素直にそのタックスも出される方です。おもてなしの一つということですね。はい、はいはい、さあそういう中で、最近はどういうものが、もうカーディガン羽織物は必須なんですけれども、何か今年の傾向っていうのはあるんでしょうか。いや、もうだいたい今年はもうロングカーディガンが多いですし、はい、もう今は春はだいたい羽織物ですね。羽織物、はい、もうこれは多いも若きも必須ですね。そうですね。もうその日によって気候も違いますのでね。ただもう上からが羽織物がやっぱりよく出てますね。あ、そうですか。はい、まあ、日中暖かくても日が落ちるとそうです、ちょっと肌寒いとか、はい、電車に乗ったら寒い、冷房が効いてるとか、はいはい、いろいろそういう時にこういうお助けマンっていうね。そうですね。そんな感じですね。そうですね。でヒップを隠す、やっぱりそういう長さのものまだそうですね。あんまり長いのに、まあ、ヒップギリギリ隠れるぐらいの感じがいいみたいですね。あんまりこう、まあ、長かったら、まあ、背の低い方高い方によりますけれどもね。下に履くそのズボン、パンツの長さにもバランスがありますね。はい、なるほど。そういうお話をこうちょっとアドバイスを聞きながら買い物するとよろしいですね。はい、はい、ありがとうございました。